フルダムスポーツ第184回ということで九州産限定未勝利土曜1レースということで、ね、ギリギリになってしまっていますが、まあ、これをね予想していきたいと思います。 九州産限定未勝利2つあるその1という1周目の方ということでね、まあ、というか小倉開幕2周目でまあ新馬戦の直後の週ということなんですがまあ笛がむずい予想のポイントとしてはまあ限定新馬に出てこなかった馬たちに注目したいところなんだけれども今年はちょっと特殊でまあ限定新馬に出てこなかった馬たちもみんな限定新馬を除外された組なんでねまあみんな限定新馬を使いたかった。 という前提で考えるとまたね話は違って見えてくると思います。これはねちょっと今年特殊ですね去年なんかはちょっと違ったんでねまあ、そしてそうなってくると結構どんぐりの背比べ感がある中でまあ両欠馬っていうのはひとたたきされて変わるもんだよと、まあ、ここをねあの新馬戦たたき台にしてここを使いたいみたいな馬も少なくないということを前提に予想をしていきたいと思います。というわけでね特注というかね本命は1番人気ローランダー。 持ち時計も一番手ですし、ね、限定ではない方の審判で検討をしたということを考えると、まあ、これ、限定の方に出ていれば上位争いは当然だったし、この今回出てくるメンバーの中ではというところありますただ前走、限定じゃない方は消当数だったんでね、まあ、それを考えると、まあ、ごちゃついたときに不安は少しあるのかなという気はしてしまいます。 そしてね上から順に見ていきましょう2番人気 TM 金加手まあこの馬はね新馬に出馬投票をすらせず在給してるからおかしいなと思ったらまあつまりは調整が遅れてたってところもあると思いますまあねあの調整が進んでいや調教代わりに使ってねここが本勝負みたいな使い方をしてもいいわけですしまあここにいきなり出てきた時点で。 まあどっちかっていうとねあの小銭稼ぎみたいな出てき方なのかなとこの馬のお姉さんはシンバ3着未勝利3着ひまわり賞4着とほぼ完走した馬ですねまあ上位に来た馬ただそこまでのスケール感があったらシンバ出てくるんだろうということで決していきたいと思います、まあ、そして3番人気白愛いトップまあなんだかんだ言って今回出てくる馬たちの中では 先週の限定未勝利で再選着した馬ですからね、まあ、お姉さんは去年未勝利の身でひまわり賞を勝っているというあたりを考えても、まあ、九州産の良血と言えるでしょうし、まあ、これが対抗の一番手ということになるはずです、まあ、そして4番人気チョゴリザ・テソーロ、まあ、限定新馬の着順で言えば今回の出走馬の中で2番手なんでね、まあ、普通に言えば買わざるをえない馬、まあ、しかも今回3キロ減ると言えばいいんですが まあ浜中から新人騎手へ乗り換わったというあたりで今回そこが見えたのかなという気もしてますしまあここはねあの他の、まあ、これで来てしまったら仕方がないどうせ配当安いしみたいな形で消していきたいと思います、まあ、そして5番人気分金高島田、まあ、一般審判の方に回らされた除外を食らった馬ですねしんがり負けということを考えると、まあ、これはねちょっと買いづらいなと。 まあこれがねあの仮にもうちょっと6月とかに出てきての一般新馬デビューだったら、まあ、それなりにね狙いどころだったりはするんですが、まあ、ここはちょっと狙いづらいと。まあ、そして6番人気レレリオ、まあ、この馬はね新馬除外で無理せずに、まあ、ここを1周伸ばして追って優先出走権もあるしみたいな出てき方なんで少し面白いかなと思ったんですがまあ,あねあの案上が案ちゃんなんでね、まあ、ちょっとそこまでの期待感はないのかなということにしてしまいます。 まあ、そして7番人気、八重のガロ、まあ、新馬戦に、ね、出馬投票しなかったセ星馬、これもやっぱ着広いですね、まあ、そんな感じで消していきたいと思います。そして8番人気、火の神、まあ、一般、未勝利の方うに回ったんですね、まあ、新馬でも出れるのに、まあ、未勝利で頭数が少ない分、着賞金が、しんがり負けでもそれなりにもらえる方 水系さんですね、これはまあ小頭数で手当て狙いの出走だったことは明らかですからねまあここでも勝負になるかというと難しいでしょう。まあ、そして9番人気 TM はゼハエ、まあ兄はね限定新馬を勝ってひまわり賞2着昇竜ステークスまで勝ったということでねまあ九州3番にして。 一般オープン勝ってる兄がいるなんていうのはねもう超漁血と言ってもいいですねこの中では <laughs> まあだから PO g で示してるんですけどね変いでいきたいと思いますまあそして10番人気霧島スパイ、はい、この馬の姉がね2歳のシンバを飼ってると言ってもまあ北海道時代でねまあ10月のシンバですから2歳夏できてっていうと微妙になりますまあ棋も目立たないですしねシンバに出てこなかったというあたりも消し要素でいいと思います まあ、そしてアッパレゴッホ、まあ、これも、ね、北海道時代の兄とはいえお母さんが北海道にいた頃の兄とはいえ2歳夏のシンバを買ってコスモスショー2着という兄がいるというあたりで、まあ、かあの変わり身の可能性は高いですしまつりだゴッホ3区も、まあ、どっちかっていうと父が、ね、長距離志向だった割にはスプリントで活躍してますから、まあ、この辺りへの適性はありそうだということで買いでいいと思います。 そして12番人気カシノピアレスこの馬もですね、まあ、この人気順ってことはこの馬のデビュー戦は振るわなかったんですけども、まあ、姉が限定シンバを勝った後一般オープンフェニックス賞の方に回って2着、まあ、その後、ね、のにさすがの2連投のひまわり賞で着順を落としてしまったみたいなことはありましたがとはいえ一般シンバ2着ですからね一般のオープン2着ですからねこれは非常に快要素です。 まあというわけでね、まあ、軸1と紐4点にするか、まあ、ゴトボックスにするかという形なんですが、まあ、これで三連携まで抑えれるような気がしてます。まあね、がっつり狙ってみたいなというふうに思っています。以上、発注でした。